どうも、イエニーサです。で、これ今回はですね、西勇輝投手が何やら不遇そうなのでね、絶好調ヒーターで使っていきたいと思います。ナイスボール。現実世界でね、かなり今シーズンはね、成績のいい西勇輝選手、能力も高いです。そんな西勇輝選手がね、この球種数が多いだとかなんだかかんだかでね、この対人戦弱いかもしれないっていうのを、今日私がね、身を張って徹底検証していきたいと思います。このナチュラルストレート、ナイスボール、ちょっとカミカミですが、久々の実況動画なんで、ご了承。で、これね、西勇輝選手の何が弱いかっていうのをね、対人戦自称プロではない、猛者のね、私は解説していくんですけど、まあ、まずは球種ですよね。これまず4つあるのは弱いんですよ。そう、このゲームは絶好調を引いたりすると、球種数によって、それ何段階上がるかって話なんだけど、うまい。そう、絶好調を引いてもね、変化量が上がりにくいんですよ。しかも変化量が一つ一つ小さいということで、体にこれが致命的、ちょ、ごめんね、全然回ってない。球種数が多いっていうのがね、かなり致命的なのと、もう一個、さっき打たれたサークルチェンジ、ああいうね、弱い球種が多いんですよ。そのカーブだったり、サークルチェンジだったりがね、やっぱり球遅くて弱いんですよ、このゲーム。危ない当たり、ショート木並み頑張って、取れない。で、もって変化量がちっちゃいと、これね、かなりね、厳しいんですよね。いうわけで結構ね、不遇と言われている西勇輝投手で。って感じなんですけど、今回このね、シュートにかなりね、補正が乗ってるんで、それをうまく使っていく、差し込んでいく、ショートへの頃、今度はゲッツー取れるかな。はい、木並みナイス。いいね。シュートがね、これ多分4ぐらいになってますね。そう。そう、これね、西勇輝投手ってこの、球種が5個持ってるんですよ。そう、ストレート含めて5個なんですけど、ストレートって含めるんだっけ、これ。これ含めるんだっけ、こういう時、調子の話って。そう、5個持ってる、4個か。でもね、絶好調引くとね、コントロールも B で、スタミナも B なんで、かなりね、スタミナが持ってくれます。助かる。あ、ナイス。これね、ナチュラルシュートっていうのはどうよ。あ、ナチュラルにシュートしてるね。いいね、今の打たせられて。だ、これあるあるなんですけど、これ、調子良すぎてコントロール高すぎてね、結構ナイスピッチ出しにくいね。逆にね、ほら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 。なんで最悪ナイスピッチ外しても大丈夫なこのナチュラルなストレート、これ強いよ。そこ全力じゃないストレートっていうのはなかなかナイスピッチミスでも打ちにくいんでね、こう悩んでる方おすすめですよ。捉えて1、2塁間は打球、山田の横抜けた、来た、逆転。さあ逆転して最終回です。ベストピッチに自信がある方はこの全力ストレートもいいですよ。刺さってます。得意のフィールディング、得意で、何気に内角攻め持ってるんでね、これも強いですね。確かね、内角攻めってね、3フレームまで許されるんですよ。あの、ナイスピッチがね。そう、どういうことかっていうと、60分の1のフレーム、つまり 60fps なんで、1フレームだけナイスピッチって許されてるんですけど、この内角に投げると、60分の3まで許されるんですよ。なんでこうね、対人戦にとってはね、この内角攻め、かなり強い。そしてこの絶好調補正の乗った、シュートボール、バットをへし折った、あー、木浪の守備力。ただあと一人です。ちょっとね、チェンジアップとかでね、最後三振狙っていきましょう。ナイスボール、おお、初球打ち上げ。ということで今回ね、西勇輝選手、結論めちゃくちゃいけるっていう話でした。ぜひ皆さんもね、チャレンジしてみてください。特にナイスピッチとかね、伸び悩んでる方、コントロール B が得意な方ね、使ってみてください。